では心臓の観察に入ります。笹井先生はどうして法医学の道に？生きてる人間が嫌いだから。ふん、冗談よ。父の影響。お父さんも素晴らしい法医学者だったんですよね、笹井先生。先生のお父さんは心外膜に一血点、須賀君記録。すいません。今の話の続きなんだか面白そうだな。先生、今の話の続き聞かせてもらえません？見つけた。え？彼、このせいで6時間早く死ななきゃならなかったのよ。